弁護士の北川です。さあ今日はですね、一部で話題になっている歌い手 YouTuber のザクラスというグループのキャラデザインが、同じくですね、歌い手 YouTuber のストプリの、グループですね、のキャラデザインのトレースをしてるんじゃないかということで疑惑が出てるということでですね、まあ一部で盛り上がってるんですね。これザクラスのですね、運営側はもちろんトレースはしてないですよというふうに否定はしてるんですけども、一部のですね、コメントの中でトレース、そっくりじゃないか、著作権侵害だみたいなね、ことを言ってらっしゃる方がいます。そこで私専門家の立場からですね、著作権侵害に当たるのかどうかについて簡単に解説をさせていただきたいなと思います。さてまずですね、アニメとか漫画のキャラクター、書いたものにはですね、著作権があります。当然著作物になりますね。でですね、盗作だパクリだ、著作権侵害だと言えるためには、その2つのキャラクターですね、両者のキャラクターが類似していること、そしてパクったとされる側がパクられた側の作品を参考にしたかどうかがポイントになってきます。でですね、それぞれのキャラクターが似ているかどうか比べる部分っていうのは、それぞれのキャラクターの本質的な特徴が似ているかどうかを比べなきゃいけないんですね。でですね、これ運営会社はもちろんね、トレースを否定してますけど、仮に100歩譲ってトレースをねしたんだとしても、そのトレースした部分がですね、そのキャラクターの本質的な特徴部分、つまり個性が発揮されている部分をトレースしない限りは著作権侵害にならないというふうになるんですね。こっからが私のね、専門的な見解なんですけども、この輪郭部分、私もねお互い見比べてみましたけども、輪郭部分というのはそのキャラクターのですね、本質的特徴の部分とは言えないと私は思ったんです。例えばね、その輪郭が特徴的な場合、例えば顎がめちゃくちゃねしゃくれていたりとか、あとは特徴的なヒゲの生やし方をしてるとか、特徴的な髪型をしてるとか、そういったその各パーツに個性的な部分が発揮されているのであれば、これトレースしてしまうと類似してるよね、著作権侵害だよねというふうに言いやすいです。ですが私がですね、お互いのキャラクターを見る限りは、あくまでその輪郭っていうのは普通な輪郭だったんですよね。そう考えていくと、そこの輪郭部分には本質的な特徴がない、つまり個性が発揮されてないと私は思ったんです。そうなると、本質的な特徴でない部分である輪郭を仮に100歩譲ってトレースしたんだとしても、それはあくまでキャラクターの輪郭という重要ではない部分をトレースしたに過ぎないということで、それは著作権侵害にはならないだろうというようなのは個人的な見解です。もちろんですね、他の弁護士先生によってはですね、その輪郭部分にね、本質的な特徴があるということで著作権侵害だという主張をする方がいらっしゃるかもしれないですけども、あくまで私的には今回のその100歩譲ってトレースしたとしても、輪郭部分はまあよくある輪郭なので、特徴的な部分が備わってないので、それは仮に100歩譲ってトレースしたんだとしても著作権侵害ではないというふうに思いました。 YouTuber さん、インフルエンサーさんね、ぜひそのパクリだ、盗作だ、輪郭をトレースしてると言ったとしても、その似ている部分、トレースした部分が本質的な特徴がねの部分なのかどうか、個性が発揮されている部分をそのままトレースしてしまったら著作権侵害になりやすいですが、そうでもない重要な部分をトレースしたとしても、これはあくまで著作権法の違反にはならないのかなというところだけぜひ覚えておいてください。はい、手短でございましたが以上でございます。勉強になったって方いましたら、いいねボタン、チャンネル登録、あとぜひお友達にですね、私の YouTube チャンネルをシェアしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。それでは今日も一日頑張っていきましょう。あなたの顧問弁護士、北川でございました。さようなら。自粛が終わったら必ず送ってくださいよ。この前相談答えたんだけど。